よかろうぞいな。どちらでもあなた様の御意に行った方になされませ。そんならこの麻の葉の方にしようわいの。よろしゅうござりまする。これ番頭、はい、御用物はご婚礼ゆえめでたいものにしてくれあれ。え、ではお嬢様はご婚礼のご支度でござりまするか。あ、これそれを嫌なというに。いや、ついうっかりと申しました。番頭さん、よだれが垂れて。何がよだれだ。みなせ、ひがなこにしみが。盗んだというはその綺麗か。知れたことだ。そりゃ山形屋で買った綺麗、不調があるからとっくり見やれ。いやいや、丸の中に山の字は、こりゃ山形屋の不調の印。そりゃ万引きと思ったわ。よその代物であったのか。いやいやいや、こりゃ番頭、この売り上げを見やれ。こりゃ山形屋で買った証拠の書き出し、これでも万引きと言い立てするか。よもや万引きとは言われまい。兄貴、もう化けちゃいられねえ。おら、尻尾出しちまうぜ。しっこしのね、もうちょっと我慢すりゃいいに。ベラだね、男と見られた上から軽蔑な思いをするだけ無駄だ。もしお侍さん、お察しの通り、わっちゃあ男さ。どなたもまっぺら。ごめんなすって。ああ、ひでえ目にあったぜ。ほらな、こんな窮屈なもの着ていたんで、体中が痛くて痛くてしょうがねえよ。苦しかっただろうな、おめえさん。たまらねえや。なんだよ、女の着物ってのはめんどくせえな。なんだよ、勝手にしよう。おめえもその窮屈袋早く取っちまえな。あ、これだろ。俺もさ、刺し慣れねえもん刺したもんだから、腰の周りが痛くて痛くてしょうがねえや。そうだろそうだろ、俺もこの長え着物が足にペラ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 巻きつきやがって歩きにくいでしょうがねえよ。ああ、やっとこうさっぱりしたぜ。おい兄貴、まだできねえのかよ。力丸の兄貴の後ろについてるこの子、こいつが使い物にならねえんですわ。何度同じこと言っても、一発一度たりとも真面目にやったことがございません。お客様、ちょいとお待ちますってくださいまし。おい、できたかい。できたぜ。すみませんな兄貴。俺もさ、気が短いもんだから、ついこうカラッとなっちまってさ。ああ、血の何のって、だいぶ蒸してきやがったな。ああ、雨にでも乗らにゃいかな。冗談じゃねえよ。雨はもう真っ平だぜ。おい、おめえさん、タバコとクセル貸してくれ。Thank you.
ては女と思ったわ語りであったか。いやいやいや、そうよ、金が欲しさに語りに来たんだ。秋田の部屋ですっぱり取られ、塩素の銭に困るとこから一本ばかり稼ごうと、あ、尊量者の振り袖で役者気取りの女方、うまくはまった狂言もこう乱されちゃうわけやね。なんてことはね、ほんのたでまの終わり草だ。悪見し語りが現れてもびくともいたさぬ大丈夫、ゆすり語りのそのうちでも定めて名のあるものであろう。へへ、それじゃあおめえ方まだわっちらが名を知らねえのか。ああ、どこの馬の骨か知るものか。あ、知らず言って聞かせやしょう。待ってました。浜の政子と五右衛門が歌に残せし盗っ人の種は尽きねえ七里ヶ浜、その白波の夜働き、以前も嫌な江ノ島で年季勤めの稚児が淵、江戸の百味の巻船を当てに小皿の一文庫、百が二百と再選の常銭せえだんだんに悪事は昇る神の宮、岩本院で工事の枕探しも度重なり、お手長こうと札付きにとうとう島追い出され、それから若衆のつつもたせ、ここやかしこの中島で、あ、小耳に聞いたじいさんの似ぬ声色で小ゆすり語り、なせえゆかりの弁天小僧菊之助と俺